富本健吉、富本健吉6月5日から1963年6月8日は、日本の陶芸家。人間国宝、文化勲章受賞者。映画監督、テレビ演出者の富本壮吉は長男にあたる。大阪府蛇群村の大地主の家に生まれ、幼少より家を学ぶ。東京美術学校に入学して、建築、室内装飾を専攻。 在学中に、ウィリアム・モリスの工芸思想に影響され1908年、卒業前に、ロンドンへ、私費留学。ビクトリーアルバート美術館に日産し、アーツクラフツの作品に触れる。ロンドンで建築家、ニーノミ・タカマサと出会い、写真上手として、インドを巡る。実家から、帰国命令が届いたため1910年帰国。清水組に入社するが、 ほどなく退社。1912年、美術新報に、ウィリアム・モリスの話を発表。その後来日していたバーナード・リーチと出会い、交友を深めてゆく。リーチは陶芸に熱中しており、陶芸家の六代目、小形健山に学んでいた。富本も影響を受けて、興味を持つようになり、1913年に、故郷の裏庭に、簡単な窯を作り、落焼き作りを始める。 1914年、政党の導入で、新しい女として、評判だった、尾竹紅ベニシと結婚する。1915年、故郷奈良に、本格的な窯を築き一層創作に励む。独学で、多くの技術を身につけたという。陶磁器の研究のため、しがらき、瀬戸など、各地の窯場や朝鮮半島にも足を運ぶ。また、奈良の陶芸家根西洋が、 ハサミ中尾山で収集した、クラワンか茶ワンの破片などを、混成用の仕事場で、日前中、小山茶碗集としてスケッチし、雑誌、工芸へに寄稿する。李朝に影響されたものや、民芸長の作品を制作する中で、白字の称成に成功する。この奈良にいたの青森に大正年間だったため、この時期を、富本の大和時代とも言う。 1926年、奈良から世田谷に住まいを移しようを築く。主に白字、染付の作品を制作。この時点ではまだ世に知られる存在ではなかったが、1927年の特別展で評判を得た。昭和10年代は本格的に色絵時期の制作に励んでいる。この頃は、竜胸吉の民芸運動にも共感を寄せているが、 後に決別する。長く在野だったが、1935年、帝国芸術院の前身である、帝国美術院会員。1944年には、東京美術学校教授になっている。戦時中は疎開のため生徒と共に一時鉱山に移っている。終戦後の1946年には、美術学校及び芸術院会員を辞し、家族とも別れ、京都へ移る。 以後、京都時代とも言う。色絵に加えて、金銀を同時に焼き付けるという技法を、を金銀祭を完成させ、白文様などによる独自の作刀様式を確立した。1949年京都市立美術専門学校客員教授。1950年京都市立美術大学教授。1955年2月15日には、重要無形文化財。 色絵時期保持者として人間国宝に認定、前年の文化財保護法改正によって新設された重要無形文化財の保持者認定制度発足後に最初に認定された人間国宝の一人となった。晩年の1961年には文化勲章を受賞している。その2年後、万77歳で死去した。 奈良県生駒郡安土町の自宅跡はかつて、富本県吉記念館となっていたが2012年に閉館し、2017年1月に、レストランと、ホテルからなる、ウブスナの里富本に改装された。奈良市のホテル経営、ワールドヘリテージが、訪日冬ソーラの集客を視野に、1日2組限定、2食付き宿泊費1人5万円から、の高級旅館として運営。 ありがとうございます。